はい、10月です。今月もよろしくお願いいたします。2024年も残り2ヶ月となりました。張り切ってまいりましょう。小室由里の夜サプリ、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師、小室由里です。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しどころ八雲庵、琉球食系、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りをしております。先週初三重県上陸してまいりました小室由里です。何しに行ったかっていうと、先週もねこの番組で告知させていただいておりましたが、ママさん向けの性教育セミナー、家族でできる大切なお話、こちらをお伝えするために三重県の四日市へお邪魔しておりました。意外とね名古屋駅から近いんですね。三重って結構広いイメージがあったので、どれぐらい時間かかるんだろうと思ってたんですけど、特急に乗って30分でした。普段都内で特急乗るっていうとかなり特別感があるんですけど、名古屋だったり大阪だったり九州だったりで、その土地でしか乗れない特急ってやっぱりちょっと乗りたくなりません？なりません？私だけ行き帰り往復で特急乗って、これって贅沢な時間だなって思いますよね。スマートフォンをいじっている時間、ちょっと外に目を向けると普段は見られない景色とか見られるっていうのは、この仕事の特権だなって思いますよね。小室さんっていつも日本全国あちこち飛び回っていますよね、なんてことも言われるんですが、本当趣味と実益を兼ねたモデルだなって思ってます。あちこち行きたいんでしょうね、すっ飛んでたいんでしょうね。はい、ということで今週も楽しく30分間過ごしてまいります。では今週のコーナー紹介まいります。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、小室由里的サプリ論、ラジオで聞くセミナーです。今週は三重県四日市市で開催した、先ほど申し上げたセミナーの内容から一部を抜粋してこの番組でもお届けをしてまいります。テーマはプライベートパーツについてです。大事なお話です。ぜひ聞いてください。毎月1週目はあなたの強み発見サプリ、ご担当いただくのは USP プロファイラーの押したり構造先生です。今月は男と女の間に友情は成立するのか、よくある話ですね。飲み会のネタに持って帰ってください。そしてこのコーナーは現在です、萩原八雲先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。今週はかなり突っ込んだテーマお持ちいただきました。この時期においしいキノコテーマです。キノコのオンパレードでございます。はい、なぜ私が今笑ったのか、それは後半の占いコーナーでご確認ください。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生へのお悩み、そっと送っておいてください。メールアドレスは info@friendvillage-c.com。 インフォメーションの info、友達のフレンド、里のヴィレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に、
七尾庵のいきなり団子プレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信してください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。小室ゆり的サブ理論。ラジオで聞くセミナー、小室ゆり的サプリ論。今週はですね、三重県四日市 D スタートさんで開催させていただきましたママさん向けのセミナー、家族でできる、家庭でできる大切なお話、こちらの中から一部を抜粋して、そして夜サプリ向けに少しプラスしてお話をしていこうかなと思います。家庭でできる大切なお話、つまり、小室ゆりの場合は性教育のことを指しているんですけれども、3部構成でお話を、してるんですね。1回目の先週がプライベートパーツについて、そして10月がジェンダー、11月が性的同意、今お子さんを育てていらっしゃる親業をやっている方がとりあえずこれだけは知っておかないと、これからの教育困っちゃうよ、そしてこれだけを知っておいてもらえれば、まずは性教育の入り口、扉を叩けるよ、このような大切な、一番お母さんお父さんたちに知ってほしいワードとして、今回はプライベートパーツを挙げさせていただきました。プライベートパーツ、どこのことを指すのかというと、まずは首から上、頭、唇、口ですね。2つ目は胸、おっぱいです。3つ目はお尻、そして4つ目は性器です。この4つのことを総称してプライベートパーツというんですね。で、なんでこれらがプライベートなパーツなのかというと、自分にとってとっても大切で特別なところという意味合いを含んでいます。もう考えてみたらそうですよね。頭を打ったら死んじゃうし、性器周り、そしておっぱいもそうですけども、この辺は性にまつわるさまざまな問題、さまざまなトラブル、被害に遭う時に一番標的、ターゲットにされやすいところ、このようなところ、あ、胸は心臓もありますね。このようなところを自分で大切にする。これがとっても大事なことなんだよ、ということをお話しさせていただきました。自分で自分の大切なところを理解して自分で守るという認識に変わると、何が起こっていくのかっていうと、自分で自分のことを大事にできるようになるので、これが他人の体、心も大切にできる人に変わっていきます。そうなんですよ。自分を大切にするということは他人を大切にするということにもなるんで、自分の価値を自分自身が認めることで他人の価値も認められるようになるんですよね。このようなことをまず体の部分から取り組んでいくと、これが自分の感情やニーズ、ここへの尊重にも変わっていくんです。自分の価値観を大切にできるようになるとすると、他者の価値観、他者の感情も大切にできるようになる。この時に媒介になっていくのが態度や言葉なんです。自分で自分のことは大切にしていますよということを他者に伝える練習も性教育の中では行っていくんですね。この練習をすると、今私たちが大事だよね、でも難しいよねと言われているこのコミュニケーション、これが円滑化されていくんです。このことからも、自分を大切にするっていうのは決して甘えやわがままなんじゃなくて、人間関係や社会生活において最も大切なスキルであるということが言えると思うんですね。性教育ってどうしてもセックスのことなのかな
または妊娠出産性感染症、ついついこう自分たちの性行為にまつわる直結した学びだと考えられがちなんです。これでも日本ならではの取り上げ方なんですよね。そうじゃなくて、性教育っていうのは人が人として生きていくための価値観を自分自身が認めて大切にするための土台作りであるというふうに私はお話をしてまいりました。10月11月そして静岡でも10月11月12月までこのセミナー開催するので、オンラインでも受講できます。自分自身を大切にする方法、それを子どもに伝えていく自分になるためのトレーニング、受けてみたいなと思われた方はぜひご参加ください。オンラインで気軽にご参加いただけます。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、行動心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と薙の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押したり構造とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月1週目はあなたの強み発見サプリ。ご担当いただくのはUSP プロファイラー押したり構造先生です。男女の間に友情は成立するのか。いくつになってもこの話題尽きないですね。それでは押したり先生、よろしくお願いします。あなたの強み発見サプリ、 USP プロファイラーの押したりです。行動心理と四柱推命を組み合わせた統計と分析であなたの運命と運勢と強みを鑑定しています。 USP とはユニークセリングプロポジションの略で、他のものにはない強みを言います。さて本日は昔からよく問われるあの問題、男女の間に友情は成立するのかに対する答えを USP プロファイリング的にお話しします。あくまで USP プロファイリング的になのでご了承ください。まあ結論から先に言ってしまうと、 USP プロファイリング的には特定の条件を満たした場合成立します。一般的にソウルメイトと呼ばれるものになりますが、解析結果としてこのソウルメイトであるという組み合わせが存在します。その相性の組み合わせが出た場合、その男女の間には友情が成立します。まあ私は前世からの腐れ縁ですねというふうには言っていますが、初めて会ったのにもう他人の気がしないっていうほど意気投合する相手っていません？そういう人はソウルメイトの可能性ありますよ。それがちゃんと USP プロファイリングではデータとして出るんです。もちろん愛情の代用もできるので夫婦をやってもいいんですけど、仲のいい男女が夫婦になったってだけなので、愛情というよりも友情に近い結びつきで夫婦生活をしてます。そのままセックスレスでもうまくいくし、仮に離婚しても仲が悪くなることはありません。
親友のように気が合うのを愛情だと思ってしまっただけの話で、離婚後に正式にそれが友情だったんだなって気づくだけなんです。離婚しても仲のいい人っているでしょ。ソウルメイトの可能性大ですね。もちろん夫婦としての相性は別なんで、それも同時に相性バッチリと出た場合は夫婦としての愛情もさらにプラスされますので、まあまず離婚することはないかな。ただしこのソウルメイト、ごく稀にツインソウルやツインレイの可能性があります。その場合はいろいろ起きちゃいますので、それはまた別の機会に説明しますね。さてこのソウルメイトの相性、親子でも出る場合があります。その場合は、私は子供があなたの元に生まれる運命にあったんですよ、子供によって出会わされたんですっていう風な話をします。この話は前にも体内記憶のところでしたので、詳しくはアーカイブ探してみてください。で、日本人ってハグの文化ないですよね。男女があって挨拶代わりにハグってなかなかハードルが高いと思うんですけど、このソウルメイトの相性が出ている2人であれば、初対面からハグしても何の躊躇もなく違和感もなくできるはずです。というか、なんだろう、この安心感的な感覚まで出てくると思います。なんか息合う異性がいるんですよっていう方、それはソウルメイトの相性かもしれません。気になる方がいたらぜひ鑑定に来てください。というわけで本日はここまで。あなたの強み発見サプリ、提供は USP プロファイラーの下りがお送りいたしました。それではまた。あるないで言えば、小室的に言うとあるんだろうなっていうのは、私の周りにいっぱいそういう方がいらっしゃるので、あまり違和感はないんですよね。ただこれって若い頃はちょっとわからない感覚だったのかもしれないですね。ただね、思うのが、友情の間にもセックスという行為は含まれる方と含まれない方がいらっしゃるなっていうのも感じるんです。そのお二人にとってセックスまでを含めた友情であるという認知の方もいらっしゃったりするので、セックスイコール愛情がある行為とは限らない、こんな風に感じたりもしますね。押したり先生、ありがとうございました。あなたの強みを引き出す USP コンサルト、四柱推命、行動心理学を用いたプロファイリングで生きるのがもっと楽になります。お問い合わせはインターネット検索 USP プロファイリングでお願いいたします。また押したり構造先生とプロゴルファーの石渡俊彦さんのラジオ番組ゴルファーズプロファイリングが FM 宜野湾にて毎週日曜日午前11時からオンエア中です。エンジョイゴルファーのあなたはぜひ聞いてくださいね。踊れ踊れ私の占いさぶり。 DMM オンラインサロンやその他サブスクリプションが大好評です。占い癒しどころ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も十二星座で占います。キノコ狩りに行かない？それではセクシーに買っちゃうぞ。お羊座、カリッと揚げたえのきの天ぷらが食べたいわ。待ちきれないからあなたの生でもいいのよ。お牛座、味しめじっていうだけあってツヤツヤっとしていて弾力があってあなたのはずっと食べられるわ。双子座、マッシュルームって傘の部分が大きいわよね。あなたの話なら棒状の絵の話もするわよ。ガニ座、なめこのお味噌汁作ってみたの。あなたのぬめりはお風呂場でつるつるにしてあげるわね。獅子座、
やっぱりこの時期は松茸よね。太くて大きくていい匂い。あなたのはジカなんて言わないわよね。乙女座、キクラゲって栄養豊富なんですって。あなたのも乾燥させて持ち運べたらいいのに。天秤座、トリュフって豚さんが探すんですって。鼻じゃなくて手で探してあげてもいいのにね。サソリ座、森で真っ白な毒ツル竹を見つけたの。一本で天国に行けるらしいわよ。あなたのと似てるわね。いて座、ポルチーニ竹ってヨーロッパの竹あってビッグサイズよね。あなたのはクリームソースに合うかしら。ヤギ座、椎茸が苦手な人って傘の裏側の話をしない？私はあなたの裏側の筋が大好きよ。水亀座、肝臓だけって真っ赤な舌みたいな竹なの知っている？先っちょを攻めてる時と似ているわね。魚座、笑い竹って見た目は普通なんだけどな。あなたとの夜は幻じゃないといいんだけど。占い癒しどころ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は、占い、タロット、ヤクモ、漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。今回の占い執筆ご担当は、大久保の占いエレナのタロティスト、恋の日と書いて蓮華先生でした。蓮華先生、ぶっこんできてますね。はい、単刀直入な占いでございました。チャレンジングです。ありがとうございました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングのお時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。来週は2週目ですので、この方のご登場です。現役探偵の若梅秀隆さんご担当、探偵サプリ。若梅さん、先日ね、東海地方の NHK にもご出演されておられましてね、私たまたま拝見しておりました。今回はどんなここでしか聞けないお話を持ってきてくださるのか楽しみです。さて、10月はオンライン、そして静岡県島田市にてこのセミナーを開催いたします。家庭でできる大切なお話、性教育について分かりやすく、そしてなるべく専門用語を省いた形で手に取りやすくお届けをいたします。日程ごとにご案内をしてまいります。10月13日日曜日、こちらは静岡県島田市にあります創作居酒屋ダイニングゼロにて、お届けする内容はプライベートパーツについて。会場オープン13時30分、そしてセミナーは14時から16時まで。この日は懇親会もございます。ぜひ小室よりと一献傾けませんか。そしてオンライン講座のご案内です。オンライン講座、10月26日土曜日、13時から15時まで。
こちらは先日三重県四日市で開催をしていただきましたヨガスタジオムクタ主催で行われます。詳細お申し込みお問い合わせは小室ゆりの Facebook ページまたは info@friendvillage-c.com までお問い合わせください。以上セミナーのご案内でした。さらに10月は小室ゆりボーカルとしてもライブハウスに立ちます。10月27日日曜日の夜開けておいてください。会場は東高円寺にありますロサンゼルスクラブにて小室ゆりウィズキンキーチャプターとしてステージに立ちます。50代に嬉しい夏目ロックで楽しい時間を過ごしませんか。お待ちしております。こちらの詳細も小室ゆり Facebook ページまたは小室ゆりインフォメーションでご案内申し上げます。お申し込みは info@friendvillage-c.com へお願いいたします。ここまでのお相手は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しておりますあなたのためのパーソナリティ男女コミュニケーション心理師小室ゆりとあなたの強みを発見する USP プロファイリング縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺熊本銘菓いきなり団子七尾庵 MJ リサーチ総合探偵社占い癒し所薬務庵琉球食経ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうまくで柳原バーナー演芸集団FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着海里さんのコンビデコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント5位の名言はこちらです。障害を克服できると信ずる者だけが本当に障害を克服することができる。一日に一つでも恐怖の対象を克服しない者はまだ人生の第一課さえ分かっていない。アメリカの思想家エマーソンの名言です。一日に一つ何かをクリアしていく、コツコツと積み上げていく、それがいつか自分の怖いを克服して成功へ導いてくれるんだと思います。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。さらに走り続けてた。気がつけば引き返せないところまで。あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた。この思い届けたくて欲しいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなたへありがとう。